こんばんは、水野優香です。今回は予告していたハワイの Vlog、 子どもたちの夏休みに友人家族と初めての海外旅行、大好きなハワイへ7泊9日行ってきました。前半の5泊は友人家族と、残りの2泊は家族3人で過ごすハワイ。今回うちの娘は初めての海外、20回以上行っているハワイ2のファミリーと一緒だったので、ハワイのおすすめ情報からより新しい情報まで今回の Vlog でお届けできたらいいなと思っています。ではハワイの旅スタート。3歳の娘が飛行機で寝れるようにフライトの4時間前に成田空港へ。お土産のことも考えて今回は大きいスーツケース2個、機内へ持ち込めるスーツケース1個、そしてベビーカーを持って行きました。空港では頼んだ Wi-Fi を取りに行って荷物を預けたら、チビリンをキッズスペースでたっぷり遊ばせて疲れさせる作戦。友人家族1組も合流してフライト前に必ず行く回転寿司屋へ行きました。今回の旅は行きがハワイアン航空、主人が片道1万5,000円で広くなるエクストラコンフォートにアップグレードしてくれました。そのおかげかチビリンも寝れたんですが、私の膝の上で寝てたので私はちょっと睡眠不足でハワイに向かいました。先にハワイ入りしているお友達家族と合流して一緒にみんなでお泊まりするハワイ旅行です。じゃあ行ってきます。フィッシュ系のマーケット来ました。空港からレンタカー借りて8分ぐらいで来れるところみたいです。ガーリックシュリンプとスパイシーアヒと、あと一つなんだろう、主人が選んだやつで食べてみたいと思います。ほんといい天気、気持ちいい。やっぱフルーツいいよね。何それ、メロン。本当美味しそうに食べてる。なんかお祭りでやってるみたい、あそこら辺ね、提灯ついてるみたいで、盆踊りだね。全然会話がハワイじゃなさすぎてウケるね。盆踊りだね。盆踊りだねって歌い出す。前乗りしていた家族と合流しておやつを調達しにレナードへ。1日で2本抜けた。それが抜けてません。ここかわいいね。あ、美味しそうだね。今回泊まるのはワイキキから車で約10分のリゾート地区カハラの一軒家コンドミニアム。リビングも広いし自炊もできる。そして何より子供たちがずっと一緒に遊べて大人も語り飲みできるのでコンドミニアムにして大正解でした。お、すごい。ちょっと裸足でいいかな。裸足で。I need no one number one always close the gate. I need to go to the kitchen. Kitchen 行くよ。Kitchen。Oh, that's kitchen. Thank you so much. Wow. Trash is outside. Because they like so. I want extra paper towel.おお、素敵。ね、クローゼットがあるんだ。かくれんぼできる。これはかくれんぼしちゃうね。やるよね、やるよね、やるよね。はいはい。よしよ、次行こう。よし。え、この次の部屋がここ？ここがトイレ。あ、繋がってる？え？あ、すごい。ここもこのままこっちに部屋あるよ。え？ほら。は？ほら。どうなってんのこれ？トイレとえ？面白くない？トイレの奥の部屋？うん。ここ白い部屋だね。そんなことあんの？全部とりあえず乗り心地を。登れるの？とりあえずやる。登れな、登れだー。嬉しそうだよね、毎回ね。はい、違うベッド行ってみよう。はい、次の部屋行ってみよう。すごい。ここはシャワーとトイレのついたお部屋みたいな感覚？ここはあともう一個。あ、ここはここですごい。日差しが入るね。本当だ。ここも迷子だね。ああ。いいね。でもどの部屋も綺麗。この部屋が大好きなの。ここだった。よし、行くよ。ここまで止まります。そこまで来て。ああ、広い。よいしょよいしょ。まだ夕方だったので歩いて行けるビーチへ行ってみました。あ、いいじゃん、かわいい。ここはそこまで海が綺麗というわけじゃなかったんですけれども、子供たちは楽しくて大はしゃぎ。ジビリもとっても嬉しそうです。もう一回行く？もう一回行こう。あ、パパのとこ行ってきな。はい。ね、いたね。これどこ？あのね、水たまりの方ね。あ、見えた、見えたー。おお、すごい。でもこれいけないな。でも、あ、いける。これ見るやつなんじゃなかったっけ。すごいね、ほら、わー。わあ、すごい綺麗。見たこの色。ね。By chance, don't you want me? A man who fully understands a sailor's heart, a sailor's heart. You were born so far.私がレンタカーを借りたら必ず行くところ、それがここラニカイビーチ。今回のラニカイビーチ、クラゲが出る時期に当たってしまったので長くビーチにいられなかったのがちょっと残念。でももうこの透明度と綺麗な海を見てたのはすっごく嬉しかったです。だいたい約1時間半くらいは海に入りました。ハワイでは月に一度クラゲが出る周期があるみたいなので、旅行に行くときはクラゲ情報を調べておくといいかもしれません。マミちゃん、おおパパ来た。よし、しおみパパだよ。気持ちいいね。実は2010年にウェディングフォトも撮った思い出の場所です。2人ともすっごく若くてギャルですね。ハワイ通の友人ファミリーが一押しのアメリカンバーガー、テディーズビガーバーガーへ。ここはチーズバーガーが絶品。カイルワ以外にもワイキキにも店舗があります。個人的にはハラペーニョトッピングが一押し。ね、決まった？この後、近くのスーパー、ターゲットやいろんな小さい路面店を見てショッピングも楽しみました。この日の夜はパパたちが子供の面倒を見てくれると言ったので、女子3人でワイキキでガールズナイトをしました。こんな風に大人だけでゆっくりショッピングしたり、ゆっくり飲んだり喋ったりするのは久しぶりで、めちゃくちゃ楽しかったです。どこ選んでも、うん、到着。そう。女子3人だったのでドレスアップして夜景の見えるバーへ。カクテルは値段の割にいまいちだったんですけれども、料理とロケーションは最高でした。せーの、チアーズ。どう、最初のラムが一瞬きついけど、意外と平均ジュースみたい。あ、このジュースっぽいよね。これもジュースみたい。飲む。美味しそう。を呼んで帰宅するとパパたちが起きてたので飲み直しスタート。友人が作った顔入りのトランプで夜中の2時までついつい遊んじゃいました。ハワイの初日と2日目の Vlog いかがだったでしょうか。もう思い出がいっぱいすぎて内容を考えるのにすごく時間がかかってしまいますが、またいろんな情報を Vlog でお届けできたらなと思ってます。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。